もう膨らませるインコ、モフモフボディの正体とは。おもちくんは約15グラムとね、小さなボディをしています。さえずりをしているとスラッとスリムな体になります。お腹のあたりなんてスキッとしていて、まさに鳥という感じでスタイリッシュな体をしています。しかし、じっとしているなぁとおもちくんにふと目をやると、モフモフに膨らみ、その姿はまさに大福餅なんです。こんにちは、きなこのお父さんです。インコやオウム、そしてねフィンチ系、寒さが苦手なんです。朝は冷え込みがきついんで、モフモフに膨らみ、外に体温を逃がさない工夫をしています。普段は羽は寝ているのですが、少し浮かせて羽と羽の間に空気の層を作っているんです。そこに暖かい空気を取り込み、保温力を高めているんです。インコがモフモフと膨らむ姿はとっても可愛いんですが、いつまでも膨らんでいるようであれば、ケージやお部屋を少し暖かくしてあげて様子を見てあげてください。それでもずっと体を膨らませているようでしたら、体調が悪い可能性があります。暖かくして餌を食べる量やうんちの状態、仕草などをね観察して、異常が見られないか様子を見ましょう。病気が疑われるインコというのは半日が勝負です。まあ正直、半日でも遅いぐらいです。例えばあなた自身が病気で、しばらく 2,3 日様子を見てみましょうかというわけにはねいかないんですよ。鳥類は半日見て、それでも体調が優らなければかなり悪いと判断できます。こんな時は早期に病院を受診させましょう。まあね、そのぐらいに人間よりも早く人生を生きている、こんなね認識をね、あなたに強く持っていただきたいんです。体調が悪そうな時は取り急ぎ、まず1にも2にも保温なんです。40度以上にね保つ鳥類というのは、体温低下は免疫力低下に直結してしまいます。以上、ボワッと羽を膨らませるインコ、モフモフボディの正体とはをお送りしました。ボワッとねモフモフと膨らみ、体温を外に逃がさない工夫、その姿は可愛い、ね、くるっと頭を回転させて、くちばしを羽毛に埋めたりなんかしてね、可愛いね。あなたの愛鳥はモフモフボディ見せてくれますか？